ゴドフリー・ネラーによる肖像画1703年作。初代カールトン男爵ヘンリー・ボイルはアイルランド王国出身のイギリスの政治家。第三代ダンガーバン子爵チャールズ・ボイルと一人目の妻ジェーン・シーモアの息子として1669年7月12日に生まれた。ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、1685年から1688年まで海外を旅し、1692年11月9日にケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学、1693年に MA の学位を習得した。1685年にコルネットとして従軍した後、1688年の名誉革命ではオラニエ公ウィレム3世を支持、翌年にはタムワース選挙区で庶民院議員に当選したが、1690年に再選に失敗した。その後は再当選の望みがなかったため、アイルランド庶民院に転じ、1692年にコークカウンティ選挙区で当選。同年末にはイングランド庶民院でもケンブリッジ大学選挙区で議員に返り咲いた。以降数年間議会でホイッグ党の一員として経験を積んだ後、1699年から1702年まで下級大蔵卿を、1701年から1708年4月まで財務大臣を、1708年2月から1710年まで北部担当国務大臣を務めた。1705年イングランド総選挙では、ケンブリッジ大学選挙区にくら替えし、1710年まで議員を務めた。また、1701年3月27日にイングランドの枢密顧問官に任命され、1706年にスコットランド王国との合同条約交渉におけるイングランド代表を務め、1704年から1715年までウェストライディング・オブ・ヨークシャー当館、ヨークシャー副提督、アイルランド大蔵卿を務めた。1710年にトーリー党が政権を握ると引退。1713年イギリス総選挙でも立候補を拒否したが、1714年のジョージ一世即位に伴いホイッグ党が復権すると、同年9月30日にアイルランドの枢密顧問官に任命され、10月9日にカールトン男爵に叙された。ジョージ一世の治世初期にタウンゼンド子爵やロバート・オールポールに味方したが、後にサンダーランド派として1721年6月25日から1725年に死去するまで枢密院議長を務めた。直後にサンダーランド伯爵が死去すると閣内で孤立したが、最終的には和解してウォルポール・タウンゼンド内閣の枢密院議長に止まった。1725年3月14日にカールトンハウスで死去、31日に埋葬された。生涯未婚で後継者がなかったため、カールトン男爵の爵位は断絶した。イギリス庶民院議長のリチャード・オンズローは、カールトン男爵の能力を称えたものの、私生活については豪奢すぎると評した。D.W. ヘイトンは、英国会員紙への寄稿で、安穏を好んだため、最も熱い戦場ではたびたび戦うことを嫌がったと評し、1709年以降は、身入りさえ良ければ、補佐的な役割に甘んじたとし、この性格上の欠点がなければ一時は予想された偉大さが確実なものになるだろうとした。ケイフズ、ありがとうございます。